お前の心は闇に染まり、この肉体は我が器となったはず。なのになぜ同化していない？ここは俺の心だ。肉体は支配されようが、俺の心は俺のものだ。そう言っていられるのも今のうちよ。やがて我が心の一部と化す定め。いや、あんたにはここから出て行ってもらう。心の闇も制御できなかった分際で大きく出たものだ。今にわかるさ。ほう、すでにその心に他者の心を宿しているのか。ヘラクスめ、やりおうわ。もう闇を恐れた俺ではない。たとえ我が心が取り込まれようが、たとえ我が身が闇そのものになろうが、そのためにどんな犠牲を払おうが構わない。俺の目的はただ一つだ。いい覚悟だな。まだ時間はある。どちらがこの心の所有者かはゆっくり決めればいい。だが策というのはいくつも講じておくものだ。種はすでに蒔いてきた。マスター殿、なんだよ、覚えてないのか。記憶喪失は芝居じゃなかったのかよ。まいったね、こりゃ。まさかテラじゃないよな。まあいい、俺がうまいことやってやるって話。